989!989!988! ダメだ。ダメだ。このテンションの上げ方は絶対に持たない。ダメだ。今作ったのはあれか、北陸新幹線の橋脚か。こんな高いところのさらに上をなんか橋がかかってるんじゃないかと思ったら、すごい高いところ通してますね。北鯖江南城20キロ。何丁まで行けるかな。鯖江市入ったのかな。次のサービスエリア18キロ。18キロ先までは行くか。あんまりこれやっぱ雷が光ってんのか。で、雲で行って、あれですね、スクリーンになってるんでしょうね。すごいな。ただどっかで天気崩れるかもしれんのか。それは、それで。ねえ。ここまで来たねってことは1年しか。うん。この辺りに入ってくると多少もう地名がある程度分かってきますかね。まあ鯖江辺りからまあ大体分かりますからね。竹口はまあ1年しか合併するまで竹口町、まあ今の中心地ですよね。1年しの。越前市は越前直がね、全く別々であるんでね、あれは初見で思うのに引っかかりました。あ、ダメだ。しまった。代金書いてあるから全然登らねえ。ああ。しまった。これはしまった。うん。あ、サメの土。何丁もさっきのも来たか。よし、何丁一回入るか。
詰まってんな。意外と交通量増えてんな。キープして納得しろ。失敗一時的にあれだな。アイスル方面165キロないのか。それは辛いね。さらに、道ゲージも変えてんだ。あ、コンビニも入ってんだ。よし。おぉ、気に入ってねぇ。一般車は、こっちか。ほら、ここ、トラック積むんだね。ちょっと腰伸ばしがてら、ちょっと中行きましょう。よいしょ。南城サービスエリアかな。行きましょう。